次に。あ、貝印か。オーバー。日本が誇る貝印。うん。まあ貝印さんの一番、はい、あのグレードの高い感じです。おお、うん。メカニカルですね。メカニカルですね。でそれを見てください。ちょっと半固定します。ここで。うん、ああ。これが何の意味があるかって、なんかアゴはどこでこう反りやすくなるっていうらしいんですよ。僕はまだ使ったことないんで、なんとも言えないですけど。確かにマクロ的には。うん。目の部分が固定。あ、よく動きますね。うーん。なるほど。うん。なるほど。なんかプロみたいな。聞き酒みたいな。あ、本当だ。うん、このユニットは面白いですね。うん、こう確かにこれだとあんまりこうなんていうか、あのカミソリの方が勝手に家具を作ってくれて、うん、あんまりこう手を動かす必要なく、うん、そのまま引っ張ってくるって感じはありますね。うんうん、すごいガリガリいう感じがありますね。こっちよりもこう、ヒゲを持っていく力が強いというか、多分肌に当ててる力がダイレクトに伝わってるのかな、うん、でそういう意味で言うと、はい、パーツが分散されてなくていくんで強く反れるっていうメリットもありますよね。で反れていく感じが全然違いますね。ジレットの方はこうスーヌルヌルみたいな感じでいって、うん、あ本当に反れてるのかなみたいな、うん、こっちはもう当ててこう動かし始めると割とこうジョリジョリっていうことが強いので、うん、あしっかり反れてるんだなっていうのがこう反ってる感じで感覚で伝わっていきます、うん、なのでなんだろう、深剃りしたいっていうか思いっきりこう強く剃りたいっていう時にはこっちの方が剃れてる感じが感じがしますね。分かるかもしれない。でも実際どっちが剃れてるかって言ったらまたそれもね、うん、そうですね、うんうん、性能でいうとどういう差で今の感じが出てるんですか。このアームの差じゃないのか分かんないですよ、うん、こう押したときにぐっとこっちふわって分かれるのと、はいはいはい、ぐっとここからちょっと分かれるんで、まあ変わりますよね、うんうんうん、で当てたときにもうこれはね、あの大室さんも言ってましたけど、当てたときに最初からこう、あ、こっちが強く当たるんで深剃りできるなっていう感覚があります、うんうん、まあやっぱヒゲ剃りってジョリジョリ感を楽しみたい方もいらっしゃるんですよ。なるほど、まあ、ね、剃れてるなっていうのと、うん、だからまあ好みが分かれちゃう。実際どっちもだから工夫がねなされてるんですよ。ちゃんと剃れてはいるけど、うん、実感の違いとか、ね、そうですね。確かにジレットの方がなんていうかね、こう包まれるみたいな感じがあるかもしれないですね、うんうん、こっちの方がこうあの狙いたいところを中心にこう剃れていく感じなので、僕の口からね。もしかすると僕みたいにこうヒゲがちょっと強いっていう人間は、うん、こっちの貝印さんとかの方がこうしっかり剃れてる感じがこう味わえるので、うん、まあ、剃ってても安心感があるというところはあるかもしれないですかね。うん、あの人の肌の強さとかにもよるかもしれない、ね、そうですね。あとは剃った後のしばらくしてカミソリ負けしちゃったっていう感覚も後々分かることもあるんで、うん、最初剃りかあこれ剃れてるなって感覚って気持ちよく剃れると後でヒリヒリするパターンもあるわけじゃないですか、うん、そういうのもあるんで自分の肌の強さと相談してみたいな。そうですね、うん、各メーカーねいろいろ特徴があるんで、うん、なるほど、はい、うん、